ただいま庭に来ております。はい、ここは本日11月4日から、羽生結弦くんのアイスショーが開催される、ピアアリーナ MM に来ております。うるさいね、私本当に、もう本当に横浜は好きか嫌いかで言ったらもう行くしかない、本当に嫌です。でこの MM っていうのもみなとみらいの略っていうのは初めて知りましたね。はい、で今物販が行われているんですけれども、多分今さっき動画で流したかな、はい、皆さんは並んでおります。であんな感じでなんか展示されてたり、でなんかこっちで係の人が呼ばはったり、人が並ばはったり、もう平日の、昼間にもかかわらずもう大盛況でございます。で、肝心の私なんですけれども、横浜公演のチケット取れてません。最悪でも今ね、撮影が多分11時過ぎかな、今なので明日の最後の抽選があともうちょっとで行われるので、今の時点ではどうかわからないんですけれどもね、全然当たらないの、横浜庭やのに。まあ、これは、まあ、八戸のプレミアが当たるということでよろしいでしょうか。はい、ということで、まあ、もう本日に関してはもう絶対に私は入れないんですけれども、本当に淡い、ね、期待を明日に残しつつ、今日はこんな感じで会場のレポートでございます。まあ、レポートするようなことはないんですけどね。でさ、もっとさ、なんかプロローグみたいな看板とかが立ってると思ったんですけど、なんかもうここが一番のなんか分かりやすいポイントなのかなと思って、はい、こんな感じです。まあね、好きか嫌いかで言ったらいけすかない街横浜なんですけど、私の庭なので今日は普通に仕事途中に来ております。いいな、ここにさ、いはる人はさ、みんなチケット持ってはんねんな。そう、いや、なんかせめてね、物販だけでも行ければなと思ったんやけど、物販もね、チケットないとダメみたいなので、私は、通販の方でバッチリと買わせていただきました。はい、ここは物販の出口かな。はい、羨ましい限りです。はい、まあ、こんハゲ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 、こんな、ピアアリーナを横目に私は仕事に戻ろうと思います。庭なので。本当に。いいなぁ。行きたいなぁ。ねぇ。ゆずのさ、アイスショーさ、これまで2回やけどさ、行われたの。どっちも生きてるからさ、なんだかんだ。今回もいけるやろと思ったらさ、全然取れへんの、ほんまに全然取れへんの。まあ、本当にあとは本当に八戸に行きたいんですが、はい、そういう感じ。え、これさ、ランドマークうんたらみたいなやつ、え、そうだよね。マジ皆さん以来初めて来たんやけど。では、チケット当たって今日明日行かれる皆さん楽しんでください。私は仕事頑張ります。渡辺さんと美智子さんにお声掛けしてグッズの方を見せていただいております。こちらがトートバッグですね。ありがとうございます。素敵ですね。あ、大丈夫ですか、すいません、申し訳ないです。あ、黒の方ですね。私もこちらネットで購入しました。かっこいい、タオル。これはもうなんかアイリンの時に売ってたタオルを本当に思い出す、もうめっちゃかっこいいタオルです。私も買いました。ありがとうございます。あ、これがデニムのもう一種類のコートですね。これもかっこいいです。ありがとうございます。あ、来ました、 T シャツ。私もバッチリ買いました。もうここのタグが素敵すぎる。ありがとうございます。ほんまに。あ、黒い方も本当にシックでかっこいいです。ありがとうございます。いや本当に素敵です、ね。あ、これはゆずが昨日着てるのをアップしていたパーカーですね。私は一旦ウェブ限定の白を買いました。でもやっぱ黒も欲しくなりますね。あと一緒かな。
ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。失礼します。今台湾から来はった可愛い女の子にグッズを見せさせてもらってます。あ、まずパンフレットを見せていただいております。でもこれは開けるのが楽しみですね。1994年、おそろいです。可愛い、ありがとうございます。あ、some goods OK? Sorry thank you very much。 めちゃめちゃ買ってはりますね。おー、アクリルスタンド、わーわーおーわー、最高最高、超最高です。 Thank you。 私ももちろん2個買っております、ネットで。ありがとうございます。No あ、OK、あ、OK、もうちょっと見せてもらっていいですか？ごめんなさい。あ、これはタオルです。やっぱ皆さん買いますよね、このタオル。いや、かっこいいです。ありがとうございます。Thank you。Someone OK? Sorry。You buy key holder? Yes, yes, yes。もう最高に可愛いですね。これめちゃめちゃ欲しいです。あ、最高。ありがとうございます。ありがとう、オッケー、ありがとうございます。お次はレモンさんにご紹介いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、ハンドタオル、これシックでかっこいいですね、ほんまに。あ、デニムのトートバッグ、こっちのデザインのもすごい素敵ですね。金色が映えてます。あ、黒いトートバッグも、いや、これほんまに届くのが楽しみですわ。あ、もう一種類のデニムのバッグも、ありがとうございます。あの、会場の物販の様子とかってどんな感じでしたか？結構スムーズですか？そうなんですね、やっぱり。あ、そうなんですね。あ、さすがゆず。え、売り切れとかってもう出てたりしてたんですか？あ、まだ全然ですか。わかりました、ありがとうございます。すいません、今回はカバンとキーホルダーの方を、撮らせていただいております。やっぱ会場に行ってこれもらいたいよね。そしてキーホルダー全種類変わりたそうです。私もネットでもうね、ロミジルについて私ももう2個買っております。やっぱりね、これはね、永久保存版よね。このチジユズもかわいい。本当にこのキーホルダーは何個あってもいいですからね。素敵です。T さんにちょっとキーホルダーの方を見せていただいております。失礼します。あ、やっぱりゆずくんのクリアファイル素敵ですね。もうこんなん何枚やってもいいですからね。ありがとうございます。 ありがとうございます。すいません、お手数おかけします。あ、素敵ですね、本当に。もう自分の家に美術館があるみたい。本当に私も本当に早く手に入れたい。かけてます。あー、素敵ですね、縦の柄も。 ありがとうございます。あ、初めて来た。ここに公園の日付が入ってるんですね。もうバッチリ私の誕生日も入っております。もうこれは100枚買っても足りないですね。ありがとうございます。あー、待ってました、アクスタでございます。いやー、これも素敵ですね。もう早くお家に置きたいです。もう芸術作品ですね。いやー、お姉さんの爪とも相まってめちゃめちゃ綺麗です。急遽ね、購入品の動画、購入品をいろんな方に、撮らせていただいて、私はこのまま帰ります。いや、本当にご協力していただいた皆さん、ありがとうございます。そして最初にお声掛けさせていただいたマリアさん、動画が撮れてなくて本当に申し訳ないです。本当にね、たくさんのね、グッズを見ててくださったんですよ。本当に申し訳ないです。でも結構皆さんネットで買ったとかで今日買うグッズの量あんまり多くないですって言わはる方も結構多かったですね。はい、なのでなんかね、アクスタとかキーホルダーとか撮るのすごい結構釣りました。もうなんかそれはネットで買ってるからみたいな感じで、やっぱ布物はやっぱ今日使ったりとかするので、あの、買ってはる人すごい多かったんですけど、はい、
で、あの動画の中でもあったように結構物販はスラスラ進んでいて、売り切れとかもそんなに出てないよっていうことだったので、本当に羽生結弦の凄さをね、物販からも、知ることができました。私はここには入れません。楽しんでください。